エンジェルボール1から4巻は、日田春吾によって書かれた小説。日田春吾のデビュー作。広島カープを舞台とした内容で、それと重なるような現実世界での広島カープの会心劇もあり、広島で話題の本となる。2016年第6回広島本、大賞小説部門賞受賞作品。広島カープを舞台とする物語。主人公、寺谷和明は、 広島県因の島で息子二人と暮らすバツイチトラック運転手。交通事故をきっかけに謎の天使から思いのままに飛んでいく魔球を授かる。子供の頃の夢を叶えるために広島カープの入団テストを受け、広島カープの守護神となる。広島カープの守護神としての苦悩や野球愛、魔球の秘密、家族の愛など老若男女楽しめる長編エンターテイメント小説。 2016年に第6回広島本大正小説部門小電子書籍で高評価を得ると紙の書籍による商業出版を望むようになりいくつかの出版社に作品の評価と簡易製本した原稿を持ち込んだしかしいずれの出版社からも出版にあたり大幅な量の原稿の削減を求められた周囲から 商業出版のチャンスと捉えて、出版社の要求に応じるべきとの声もある中、作品の本質を代償にはできないことから話をすべて断った。2014年6月、小説としての出版は不可能と判断し、青年漫画を刊行する双葉社に漫画の原作として持ち込んだ。本来、 原稿の持ち込みを受け付けていない二馬車であったが、たまたま漫画担当で、同社編集局次長の S の目に留まる。S は作品を一読後、小説としての出版の可能性を模索すべく、文庫編集部の副編集長王に相談をした。当時多忙を極めていた王は、素人の長編の原稿を預かることを大変負担に思い、いつ読めるかわからないと S に返答した。しかしたまたまその日、 帰宅の電車の中で読む本がなかった王は、預かった原稿を軽い気持ちでカバンに入れて会社を出た。断る理由を探しながら読み始めた王であったが、衝撃を受ける。物語の世界に引き込まれ、最寄り駅についても読むことを止められず、ホームのベンチに座って駅が閉まるまで読み続けてしまった。その後、王と S は、この本をベストセラーにしなくてはならないと決め、 無名の新人が文庫4冊でデビューするという、前代未聞の企画が立ち上がった。2015年5月、エンジェルボール1巻2巻、翌6月に3巻4巻を出版。2017年、赤魂のタイトルで舞台化。広島県民文化センターで2017年1月6日から5回、公演。2016年のセリーグ優勝を受けて、観客は、 カープ応援グッズを持参するという、万を持たしての舞台となった。主催、RCC 文化センタープロデューサー、脚本、門伝大地出演、キーチ、十輝き、小原春香、柿立丸、高尾六平、岡崎花穂子、霧野優良、加藤林生制作、劇団スウィッチ2018年、演劇集団キャラメルボックス版、 エンジェルボール2018年7月6日から16日まで、サンシャイン劇場7月20日から22日まで、京都劇場7月25日に、広島のアステルプラザで演劇集団キャラメルボックスによって計17回上演される。脚本、演出は、なるゆゆたか。主役を演じる三浦剛は、小学校から大学まで18年間野球に打ち込んできており、 身長、体重、年齢も主人公の寺谷和明と全く同じ。元横浜ベイスターズ浜の番長の三浦大輔の実定である。出演2019年、演劇集団キャラメルボックス版、エンジェルボール最後の一級公演延期2019年5月31日、演劇集団キャラメルボックスは活動休止と、2019年に予定されていた。 エンジェルボール続編の公演延期を発表。ありがとうございます。